バーミンガムはイギリス海軍の軽巡洋艦、タウン級軽巡洋艦の一隻。艦名はウェストミッドランズ州のバーミンガムにちなむ。バーミンガムは1912年6月にエルスウィックで寄港し、1913年5月7日に浸水、1914年1月に竣工した。収益後はグランドフリートの第一軽巡洋船体に所属し、 同年6月にキールを訪問した。1914年8月9日にバーミンガムはフェア島の沖合でノームの中期間故障のため浮上していたドイツ潜水艦 U-15 を発見する。バーミンガムの乗員は修理のハンマー音を聞き、U-15 に砲撃を行ったものの命中しなかった。U-15 は先行を始めたため、 バーミンガムは U-15 に体当たりを行い U-15 の船体は2つに折れた。U-15 は敵の攻撃で沈んだ最初の U ボートであった。バーミンガムはその年さらに2隻のドイツ商船を撃沈し、8月28日にはヘルゴラント・ワイト海戦に参加し、1915年1月24日にはドッカーバンク海戦に参加した。 1915年2月にバーミンガムは第2軽巡洋戦隊に配属され、6月9日に U ボートへの攻撃を行ったが成功しなかった。ユトランド沖海戦でのバーミンガムその後1916年5月31日、6月1日のユトランド沖海戦に参加したが、その夜の戦いで損傷を受けた。第一次世界大戦後、 バーミンガムは1919 19年から1920年まで第6軽巡洋戦隊の機関であった。その後1920年から1922年までノアへ派遣される。1923年11月に再終駅し、ローストフトに代わって第6軽巡洋戦隊の機関としてアフリカステーションに派遣される。バーミンガムは1931年に売却されるまで、 海外のステーションで任務に従事した。1931年3月12日に、ウェールズ・ペンブルックシャーのペンブルックドックに到着、解体された。ありがとうございます。